ますのでよろしくお願いします。あ、はい。
人見知りだけどみんなを笑顔にできますように。動物が大好き、中学3年生14歳、カナニャンこと小川かなでです。よろしくお願いします。カナニャン、カナニャン、ありがとうございます。カレーライダーとスーパー戦隊が好きな中学2年生13歳、ゆきこと中澤ゆきです。よろしくお願いします。いやでもこれメンバーに
性の方々、黙ってるね。うんじゃないの？あ、しました？お、何しました？なんか目をパチパチしながらみんなは逃げ場できた？できました。お、じゃあちょっと絵の自信ある帰りから見せてもらって、ユーストリーム見てる？今日お母さん見てる。お、じゃあちょっとお母さんにいつもの感謝のありがとうを言いましょう。テレビ嫌だ。あ、大丈夫？はい、行きます。はい、うまい。これはどういうことが特徴的なの？でもじゃあ顔めっちゃ似てるんですよ。そうだ、そう、性格もめっちゃ似てて、こんな性格のいい2人いるみたいな。めっちゃうるさいよ。ちなみにお母さんのどんなところが好きなの？お母さんの好きなところはサバサバしてるところ。おお、そう、何か何言ってもはって済まされる。そういうのめっちゃ好き。あ、好きなんだ。そう、だけになれちゃんのことが好き。そうやな。いつもサイリを冷たくあしらってくれて、でも肝心なとこ優しくて、列の終わりとかに遅くまで煮卵を作って待ってくれてて、ありがとう。ちなみにお母さんのどんなところが好き？あ、お母さんの気持ちいいところが好きです。気持ちいい？ここが気持ちいいの？お母さん。お腹。かわいいね。お母さん、お腹が結構ふっくら。
Thank you.
できるのは、まずお名前を聞いてもいいですか。はい、橋本奈々です。よろしくお願いします。初々しい感じでございますよ、はい、でこうやって並べるとダメだねって思うようないい返事をしてね。
この調子でフレッシュな方たちとお渡ししましょうか。次の曲に行きましょう。はい、次の曲は頑張る舞、光さらし、常夏ビーチの3曲です。聴いてください。
自己紹介、キャッチフレーズで、なんか、三度の飯より、アイドル大好き。三度の飯の方が絶対好きでしょ。だって、あんだけ似たもの似たもの言っといて、お互いのとかイメージ結構薄れてるんですけど、そうなんですよね。三度の飯の方が好きでしょ、本当。正直。ほら、後輩のフラッシュ。最近流行りの板を持ってきた。もう私
ましたか。はい、はい、6月25日発売のデビューシングルのタイトルが決定しました。はい、タイトルはせーの、メインガイはしゃいじゃイエーイ。どうですか皆さん、このタイトル。イエーイ。ちょっと特別に今来てくれてる方に、うん、we'll be right back.
リサは団子虫です。あ、もうね、顔の丸さとかそん
次回はなんかもうちょっといいね、ものに例えて、はいはい、やってみようかと思います。はい、はい、ではアンコールいただきましたので、アンコールの曲に移りたいと思います。アンコール本当にありがとうございます。アンコールの曲は私たち HR の4枚目のシングルの4テンションだ。そしてそのハッピリング曲のハリウッドジェネレーションです。まずは聴いてください。レボリューションだ。Thank you.
皆さんちゃんと覚えて帰ってくださいね。よろしくお願いします、そしてこの後2回目公演がありますので、ぜひぜひそちらの方にも皆さん私たちに会いに来てください。よろしくお願いします。